ミスターゲイジャパンファイナリスト辰巳です。今回は8月にファイナリストに選ばれてから僕がどのような活動をしてきたのか報告させていただきたいと思います。 LGBT の学習、さまざまな本を読んだり、オンラインの講習などにも参加しました。そして同性婚訴訟の報告会なども視聴させていただきました。お金に関する勉強、僕は実際ファイナンシャルプランナーの資格の勉強をしまして、日本で生活するにあたって住宅ローン、保険、税金、相続、年金、さまざまな面で日本で生活するにあたって同性婚がないことがどれだけ同性カップルの方々に不平等な生活を強いているのかということを、確信することができました。会社でのカミングアウト、会社の同僚や上司の方に一人一人カミングアウトをすることによって、今までの会社での働き方とか、将来性の見方とか、何か自分の今までの足かせというものが外れて、仕事の面でも何かしら自分らしくパフォーマンスができるようになった気がします。Delivery Boy、 具体的に何ができるのかがわからなかったので、まずは身近なこととしてボランティアとして新宿2丁目で無料のコンドームを配ったりするボランティアにも参加するようになりました。 YouTube 配信、自分の YouTube チャンネルでは、自分のこと、家族のこととか性のこととかを発信するようになりました。演劇活動、僕が主催している劇団で性的少数者を登場人物にした作品を作っております。8月からオンラインで YouTube でもドラマを配信しております。一戸建て購入、僕は同性カップルで今回一戸建ての家を購入することができました。僕は今実際どのようにしてこの家を購入できたかというところも発信できていければなと思っております。今後も自分ができることからコツコツといろんなことができていければなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。